満州文字は、満州語を表記するために制定された文字。母音アザ6個と、死音アザ19個で表記される、表音文字。縦書き専用の文字で、行は、左から右に進む。書く文字は、古頭、語中、語尾により異なった字型を持つ。なお、ヌルハチが独自文字の制定を命ずる以前に存在した、近時代に作られた、女信文字は、漢字に類似する点が多く。 文字によって音節が一つ、複数個ある。満州文字は、アラム文字、ソグド文字、ウイグル文字、モンゴル文字から派生したアルファベットの一種で、助信文字とは別物である。無限点満州文字で記されている、スレハンのゼに、表左、スーレ、上、ハン、下、に、右、ジハとある。天佐都市汗線あるいは、天佐都市通報と、通称される。秋よ、 研修受信を統一していたヌルハチがエルデニと加害に命じて1599年にモンゴル文字の表記を応用して無検定座を制定したとされる。しかし無検定時はモンゴル文字の体系をそのまま使用していたためにモンゴル語とは音韻の異なる満州語を表記するには問題が多かった。1632年ヌルハチの子本体時が部下の打敗に命じて 文字表記の改良を指示した。打敗は従来の表記に加えて文字の横に天や丸を添えて満州語の一音が一文字で表記できるよう改良した。打敗により改良された表記を有権点アザと呼ぶ。新代には満州文字は清文または国書と呼ばれ、モンゴル文字、漢文とともに三体と呼ばれた。三体は公用文字として 公文書には必ず用いられたが、実生活には、北京では、新代の中央から漢字で書かれた文献が優位になっていた。このため、生体公らは、満州文字をほとんど理解できなかった一方、漢文は理解できたという。その一方で、漢字献以外の真の支配地、すなわち、モンゴルや新疆、チベットで通用する共通文字は、清吉崩壊まで、満州文字であった。 また、民間の漢人は、満州語と満州文字の習得は禁止されていた。漢人で、満州語と満州文字を学ぶことを許され、中央政治に参加できたのは、各局合格者の上限と傍願のみであった。満州文字と漢文が併記された公文書の場合、内容が、満州文字の文章の方が、漢文の文章よりも詳細に記述してあることが多く、 また、新朝初期の記録は、満州文字でしか残っていないため、新朝史研究の上では、非常に重要な文字である。現在はほとんど使用されていないが、新の建立帝の時代に、国境警備のため中国東北部から、現在の新疆ウイグル自治区、チャプチャルシベ自治県周辺に移住を命じられた、シベ族が、満州文字を改良した、シベ文字を、シベ語の表記に今も使用している。 1980年代当初には、行政機関から商店に至るまで、看板には漢字としべ文字が併記されていたことが確認されている。住民はしべ文字を読むことはもちろん、日常語としてその言葉を話していた。また、あまり一般的には使用されていないが、エベンキ語やダウル語の発音を表記するためにも満州文字は使用される。両寧商談案官、満州実録。 上箱、牧さん、両名商談案館、満州実録。上箱、牧さん、ハット AB、中国の歴史12、新朝204年、P3 から7、春進平凡九1982年12月間。ゴーラベ、L、マンチュグラマー。ページ 59, ブリル、2002, ゴーラベ、L、マンチュグラマー。ページ 53, ブリル、2002, ゴーラベ、L、マンチュグラマー。 ページ70ブリル2002ありがとうございます。